やってみですか先生。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。私の名前はディロルセンです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介してお願いですか。はじめまして、私の名前はディロルセンです。今26歳です。生年月日は1997年の5月の1日です。コミラから来ました。サンジャパニスタディングセンターで日本語を勉強しています。趣味はクリケットをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの誕生日はいつですか。1997年の5月の1日です。あなたはどこで生まれましたか。コミラ生まれました。コミラで生まれましたね、はい、あなたのふるさとはどこですか。コミラです。あなたのご出身はどこですか。コミラです。コミラですね、わかりました。あなたはなぜ日本へ行きたいですか。勉強しに日本へ行きたいです。日本で何を勉強したいですか。 IT エンジニアを勉強しています。わかりました。 IT エンジニアを卒業したら次何をしたいですか。日本の会社でずっと働きたいです。はい、わかりました。あなたは日本が好きですか。はい、好きです。はい、日本で何が一番好きですか。富士山と桜花好きです。はい、富士山はどこにあるか知っていますか。もう一度お願いします。富士山はどこにあるか知っていますか。東京から100キロメートル遠いに、遠いにです。あります。日本で何が一番好きですか。東京から100キロメートル遠いにあります。日本でどういうところは何ですか。アニメと文化です。アニメと文化ですね、はい。はい。日本のアニメ見たことがありますか。はい。見たことがあります。どんなアニメ見るのが好きですか。ドリモン。ドリモンが好きですね。あなたの好きな食べ物は何ですか。牛肉カレーです。あなたの好きな飲み物は何ですか。マンゴージュースです。マンゴージュースですね。はい。はい、好きな魚は何ですか。2016年8月です。8月です。高校卒業しました、ね。はい。今あなたは何をしてるんですか。日本語の学生です。日本語の学生です。どこで日本語を勉強しましたか。サンジャパニストレーニングセンターで日本語を勉強しました。サンジャパニストレーニングセンターでいつから日本語をやっていますか。去年の3月からです。3月からですね。いつからいつまで日本語を勉強されてるんですか。去年の3月から8月まで勉強しました。勉強しました。日本語の勉強はどうですか。ちょっと難しいですが面白いです。どんなところが難しいですか。漢字とカタカナ難しいです。難しいですね。全部で何時間ぐらい日本語を勉強しましたか。約75時間です。あなたは週末何をしていますか。それに行きたいです。わかりました。それに行きますね。わかりました。あなたはどんな犬好きですか。種類です。種類ですね。はい。種類殺すがありますか。はい。はい、ありますね。種類殺すは何枚ありますか。2枚あります。2枚ありますね。わかりました。あなたの消し弁者誰ですか。兄です。兄ですね。あなたの留学するのお金払う人は誰ですか。兄です。兄ですね、はい。お兄さんは何をしていますか。ビジネスをしています。どんなビジネスをしていますか。服のビジネスをしています。日本でどういうところは何ですか。アニメと文化です。日本に友達親戚がいますか。いや、親戚がありません。いません。いや、はい、親戚がいません。いません。今日は何月何日ですか。今日は4月の14日です。明日は何月何日ですか。明日は4月の25日です。わかりました。日本に行ったらどこに住みたいですか。大阪の学校のドルミトリーに住みたいです。学校のお金払いましたか。はい。誰が払いましたか。兄です。兄が払いました。はい、兄が払いました、ね、ます。あなたは今どこに住んでいますか。ダッカのモハモトに住んでいます。はい、あなたの今住んでいるところで何が一番有名ですか。モスクです。モスクが有名ですね。モスクが有名です。あなたの職業は何ですか。イスラムです。イスラムですね。イスラム級で食べられないものがありますか。はい、はい、ありますね。バングラデシュの首都の名前は何ですか。ダッカです。日本の首都の名前は何ですか。東京です。東京はどんな町ですか。綺麗で賑やかな町です。東京であなたは何が一番好きですか。富士山好きです。富士山が好きですね。わかりました。いつ日本へ行きたいですか。
ビザがもらったら、それからでも生きて日本に行きたいです。勉強するためにいろいろな国があります。例えばオーストラリアとかイギリスとか。あなたはどうして日本に留学したいですか？日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方とても良いです。日本学費他の国よりやすいですから、留学したいです。あなたはいつもどこで買い物しますか？稲葉城で。あなたの著書と短所教えてください。私の著書は忍耐力、新しいことに挑戦する私の力です。私の短所は仕事に真面目なところです。飛行機のチケット買いましたか？いえ、予約しました。予約しましたね。誰が予約しましたか？自分で予約しました。はい、分かりました。今朝起きたのは何時ですか？6時に起きました。起きてから何をしましたか？歯を磨いてシャワーを浴びて、大使館に行きました。あなたは時間がある時何をしますか？本を読んだり映画を見たり、買い物見たりします。買い物したりします。しますね。分かりました。あなたのご出身はどこですか？バングラデシュです。バングラデシュですね。日本語の能力試験受けましたか？はい、ナッテスト合格しました。ナッテスト合格しました。いつ合格しましたか？はい、去年の6月からです。去年の6月受けましたね。受けました。はい、分かりました。日本に行ったら一番楽しみなことは何ですか？京都遊びに行きたいです。京都のお寺と神社と見たいです。見たいですね。分かりました。あなたの国を紹介されてください。バングラデシュ安全な国です。バングラデシュ人はベンガル話します。バングラデシュ服の有名、世界で有名です。バングラデシュのところ有名、コックスバザルです。日本についてどう思いますか？日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の首都名前は東京です。東京は賑やかな街です。富士山は一番高いです。桜花、日本で綺麗な花です。はい、あなたの面接はここまでです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。